久保さん、何が正解で何が正しいんでしょうね。まあ、あのー、多分ね、それは自分で見つけるしかないですよ。うん。まあ僕もね、この生活して4年経って、もうもうちょっとで5年経つ。まあ今年の10月で丸5年となるんですけど、やっぱね、未だにね、僕も会社勤めしてましたから、なんかね、 何なんだこの生活みたいな思いますよなんかそのだってずっと夏休みですもんだって子供の時って夏休みまあこれから夏休みあるじゃないですかね小学生とか多分で夏休みとか終わる時ねうわーもう夏休み学校だみたいな話じゃないですか僕ずっと夏休みなんでだ大人になってこのずっと夏休みってありえるのかなみたいなこれ久保さんなんか非常識ですよね 365日夏休みって、どうすかね <laughs>。んまあまあ、かなり非常識的な生き方だと思うんですけど。まあもちろんね、やるべきことはやりますけど、そのやるべきことも、結局その、うーん、まあ動画を撮るにしても、別になんかその、自由研究やだな、宿題やるな、やだなっていう感じで、まあやってるわけでもないですし、 何なんでしょうね夏休み365日夏休みいやこんな世界がねあるわけですよ <laughs> うーんまあでも人生ちょっとしかないですからまあ、こういう人生もあるんだよっていうのは僕は味わえたんでよ、まあ、かったなと思いますねほんと鹿児島に行ってなかったらねないですよほんとにない うんそうあなたはどっちの常識でいきたいですか365日夏休みという常識でいきたいかえ週休5日という常識でいきたいのかあなたはどっちの常識でいきたいですかいってらっしゃい